今日は52ページについてお話ししましょう。私たちは自分の脳をバージョンアップさせなければいけないということが書いてあります。私も iPad を2011年に買ったのですが、それは2019年にはもう完全に使えなくなりました。というのは、新しいソフトがダウンロードできないからなんです。そして古いソフトではもう Netflix も見れないんです。ということで、結局できないことが増えるということですよね。あなたの脳も同じなんですよ。ですから、脳が古いままだとあなたは新しいことができません。これは逆に言うと、新しいことをしたければ脳をバージョンアップさせればいいということですよね。脳のバージョンアップの仕方を知っていれば、どんどん新しいことができていくということになります。これはとてもいいことだと思いませんか？私は年齢が高いので、今若い方々が日々何をしているかよく分かりません。もちろんゲームなどしたことがありません。でも今の若い人たちはゲームで育っていますから、その操作の仕方、考え方はとても馴染みあるものですよね。これからの文明というものはそれをもとに作られるので、放っておくと50代以降の人たちは全然ついていけないということになってしまいます。ですから、ここで思い切って脳をバージョンアップさせてくださいね。そしたら、今の若い人たちの脳に合わせて作られた未来があなたも一緒に楽しめるようになりますよ。絶対にその方がいいですよね。今までのように脳のバージョンアップなんかできないという考え方はやめてください。その方法はちゃんとフラクタル心理学にはあります。今までは確かになかった、だからといってこれからもないわけではないんです。まずそこから認めて、脳のバージョンアップはするべきものだ、だからやろうということで、どんどんやってくださいね。ではまた次回。